の水曜どうでしょうね。水曜どうでしょう。本日もですね、はい、水曜どうでしょうコラボ、はい、第2弾の、はい、また話が来ました。いやもう本家、はい、どうでしょう幹部の皆さんに来ていただいてます。いただいてます。大泉さん、はいはいはい、西田さん、久しぶりですね。なんかさ最近あれでしょ、鎌倉。ああ、見てました。毎週LINE してました、僕あたり。ああ、してくれてましたね。覚えてるよ。あれ覚えてますよね。覚えてもらった。三沢さんはね、この前まで赤ビラのね、あのハウスを公開してる時、三沢さんこの前会いましたもんね。ああ、そうですね、そうです。あの、あんまりね、いきなりこう攻めてくると思わなかったびっくりしちゃいましたね。いえいえ、あの今回コラボでね、まあ、この格好してる理由っていうのは、あの2人のチャンネル見ていただければわかると思います。そう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 、うちでもね、あの俺のスープ飲みます。できました。ポタージュ。あ、じゃあ先じゃないものいただきます。ポタージュ、ちょっとまさにネタをやろうって今からネタをやろうと思ってて、あれなんかもしんないけども、こう1時間、もう1時間以上たつってた。煮込みましたね。煮込んだ。おいしいですよ。ポタージュも買ってた。不思議だね、コンソメもなんもないのに。これいいんじゃないですか。こうなっちゃう、こうなっちゃうんだよね。普通にうまいもん作るとこうなっちゃうんだよね。いや、僕も完食ですね。ね、うん、これなんで人はうまいものを作るとね、こうなっちゃうんだ。まあ今くどく言ってもわからないんだね。我々の動画を見ていただければ、ね、そうそう、ネタを、今日はですね、あの我々あの年末の、うん、細かすぎて伝わらないものまでに、今年初めてどうでしょうのネタ持っていこうかなと思ってるんですよ。大丈夫なんですか。大丈夫。聞くところに大泉さん一回出たよね。ああ、出てましたね。出た。そうなんですか。出た、出ました、出ました。確か高さんがどうでしょう見てるんですよ。いや、そうでしょう。なんで、まあ、持ってても大丈夫かもということで。ということで、そのネタを先出し、先出しってこと。できたらお二人にアドバイスを。先に本家から本元まで。いただいておこうかな。あ、そう。いやー、米広じゃないんですか。いやいや、新しいものを、新しいものを、いや、いい、ちょっとチャレンジ枠で。おー、なるほど。北海道テレビ水曜どうでしょうより、企画発表の時の昔の大泉洋と今の大泉洋の違い。うっ、昔の盛り上げる大泉洋。おい、おい、行きますか。じゃあ行きますよ。おう、今回我々が行くのは、うん、おお、どこだよ。マレーシア、東南アジア。あ、お、お、の、いや、俺アフリカ行くんじゃねえかと思ったんだよ。最近の大泉洋。もう行きますか。今回我々が行くのはですね、こちらになります。いいんじゃない。いやいやいや、素晴らしい。確かに確かに、分かる人には分かる。分かります。一般の人には一切分かんない。知らない人にはどうなるんだろう。ああ、そうか。続きまして、はい、北海道テレビ水曜どうでしょうより、珍しく行き先を伝えられているため、いっぱい喋る大泉洋といつも通りの説明をする鈴井孝之。さあ、大泉君、いよいよまた我々の旅がこうして始まろうとしているんですけど、久しぶりに旅ですよ、ね。で、まあ、今回我々が行こうとしている行き先なんですが、こちらがね、ヨーロッパでございます。はい、今回は私もね、知らされておりますから、ね、そうですね、いや、教えといてくれてよかった。これ人間関係壊れるとか。いや、さすがに相手取られたくないですね。私が黙ってても先に親が相手取ったね。ギリギリセーフ。私イタリアが好きだね。ありがとうございます。
いやこれはこれはもう多分ね、もう確かに我々にとってはたまらないけど、でもまあこれフジテレビのそのセレクトする人たちがどう判断するかっていうところにね、でもこれこそ細かすぎて伝わらないんですけどね。私はオーストラリアかヨーロッパかどっちかだと今思う。オーストラリアもあるんだ。成田空港のこういうパターンが知っててっていうのがあるんだ。オーストラリアでございます。何か言ってしまうっていうのがあるんですよね。そう浮かれてていっぱい喋ってるのか、いつもより手応えがなくて喋ってるのか、そういうこと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 、なんとか自分から乗らなきゃって思ってるから。知ってるとそうなっちゃうね。そうですよ。北海道テレビ杉尾どうでしょうで、北海道からわざわざ香川まで行ったのに全然食レポをしない大泉洋と続いたかき食レポうどんうまいうどんうまっガンって落ちればいいけどね。そうですね、落ちればいいけどね。まあ一番潔くあれだね。潔くあそうですよね。勢いで持ってるから。もうちょっとだからその最初のあれを長くした方がいいよね。お先にこの香川のうどんをうぬんかんのところを長くした方がいいよね。前振りのところ、前振りのところをタイトルを長くした方がいい。なので朝で終わっちゃうから、朝で終わっちゃう。有名なるの山田屋さん、そうそうそう、出しといて、はいはいはい、こんなのみたいな、いいやつです。マジテレビマンの頭になりましたね今。北海道テレビ水曜どうでしょう。饒舌に状況の説明をする鈴井孝之と、手持ち無沙汰で小ふざけをする大泉洋。そんなのあった。現地時間はですね7時半になろうとしてますよ。はいはいはい。でね、まあそのイタリアの方に行きたかったんですけれども、やっぱりこう山々、はいはい、モンテローザとか、はい、マッターホルンとか、そちら見たいということで、サースフェイの方に行ってみたいと思います。サースフェイ何の意味もないシーンでしたね。何の意味もないシーン、何の意味もないシーンですけど、バンにしてはミスターで、いやあれミスターが、ミスターが立ってますねこれね。ミスターが立っているという、バンにしてはどうなんだろう、分かんないですけど、バンにしてはね、わこれは素晴らしいですね。なんかあの落合の真似をしていたあの牧野さんでしたっけ、ラッパーのね、あの方が中日ドラゴンズの農会に呼ばれる雰囲気分かりますか、ね、なんかやっぱりね、うち の農会ないんですけど、やっぱ農会ですもんね。どうでしょう農会、どうでしょう農会があるんだったら大泉さんと水田さんの前でやっぱりね、やりやらしいですよね。ありがたいね。いや今そこに目をつけて、全く誰の記憶にも残ってないし、言われたら分かる。あそうですね、あのこれあるんですね。さあすげえ、いいですね前半やつ、なんか確かに確かに本当にファンが今100人ぐらいいても細かすぎて伝わらないの、伝わらない部分が半数に及ぶ。ちょっとニッチな、ニッチな、あニッチなところあるんですよ。大泉さんでもよくやってるんですよ、ね、やってるね、若き頃だよね。そうです、最近はやらないでよね。やらないでよね、全くやらないで。昔はこう、うん、やってました。いや大泉さんこれ見たらなんかそう、ね、ちょっとなんか反省するんじゃないかなっていうね。他人任せじゃなくてもっと自分からドリブルしてたなっていうなんかあったと思うよ。そう、いやこれはこれはちょっといいんじゃないかな。農会でぜひ、農会言われて、農会行ってしまったな。続きまして、北海道テレビ水曜どうでしょう、海外ロケの時に運がない水曜どうでしょう軍団。おはようございます。6日目の朝を迎えました。後ろにはね、4000メーター級の山々が連なってるというわけなんですけれども全く見えません。俺らしていく。なるほどなるほどなるほど。もう一言だね最後、全く見えませんの前に何かあと一言二言だね。観客の受け手からするとまだちょっと間が欲しい、この何て言うんだろう、
ちょっと整理するまでの間が欲しい。落とすまでの間だ。落とすかまでの。ぐらい欲しいですね。なるほど。これはいい使い、すごい使い。ね。建設的な。やってみる。ロケ運のないどうでしょうか。おはようございます。6日目の朝を迎えたわけですけども、後ろにはね、こう4000メーター級の山々が連なってると、いうわけなんですけれども、全く見えません。そのぐらいの山これで、このぐらいのもうちょっと質必要だね。もうちょっと必要でその全く見えませんで、ちょっともうちょっと声を少し高めた。全く。だって大泉さんは。そこを狙ってるからね。そうですね。あそこに一つ。そう。こっちは実は泳がしておいて私がもらってきますっていう、その欲が見えない。そうね。私泳がしてる。そう。大泉さんそういうとこは絶対ありますから。声をワンと大きくしますよ。それにしてもミスターもね。ミスターが初速が似てるんだから。初速がね。じゃミスターには欲がないんですよ。あんまりないんですよ。なんか根っから似てるのかもね。欲が少ないという点で。モノマネを諦めてる。モノマネじゃないよ。やっぱりね、人格っていうか、その人の、その人の考え方。それと合ってる。確かに。欲がない。そこは、俺は出すべきとこじゃないみたいな。欲強いじゃないですか。そこはいいよ。これはやっぱり、ファンにはやっぱりいいね。そうです。いい調子です。まだあるの。はい、あと3個ぐらいです、ね。いや、もう4つ、5つ、6つと見たいよ。北海道テレビ水曜どうでしょうか。サイコロの旅で企画が始まった時のテンションが高い大泉洋さんと、ヘラヘラしている鈴井貴之さん。はい、島根にやってきました。大泉君、はい、後ろにそびえる。あれ、何だと思いますか。北海道神宮です。違います。日吉神社です。違います。出雲大社でございます。正解。ありました。ありました。大泉さんだけテンションが高いなんて、鈴井さんがそこまで乗ってないんですね。ありました、ありました、ありました。そうです。まだ二振り目とかですよね、多分。そうだね。伊豆もっと長かったよね、もっと出ますよね。伊豆大社でございます。そのぐらいまでやっぱ粘ってたね、彼は。私のファンの前でやってほしいのかな。ファン向けものすごい銭が飛ぶと思うよ。飛ぶと思うよ。ものすごい飛ぶと思うよ。一箇所やってみよう。どんだけ君らが一晩で儲けられるか。君らもう大手するとか。するね。何の用もなしギターケースだけど。そう。こういうケースもいいし、おひねりの紙だけで出雲大社でこれ。うわ。怪我するぐらい。役やったね。二人とも雰囲気出してる。出してる出してる。おい、いくね。これは本当にやってみよう。いや、本当にイベント一回ちょっとやろうよ。どこでも行きます、ね。どこ、一体いくら投げ銭が飛ぶのか。他では一切飛ばない。だからそのためには、君たちが、あれだよ、その細かすぎて伝わらないモノマネで、落ちることが大事だよ。なるほど。落ちて、採用されたんだかったネタをやるってなると、もうそれよりも多分。なるほど。レア感出るね。レア感出る。君たちは本当は阿部寛でやるべきだったし。出たいな。どっちも出たいな。どっちも出たい。出てやってないネタを。あ、はい、いっぱい作ってないんだ。水曜どうでしょうのオープニングの感じ。こんばんは、水曜どうでしょうです。サイコロの旅第5弾というわけですけども、今夜はいよいよ完結編をお送りいたします。果たして我々はいよいよ札幌へ無事たどり着くことができるんでしょうか。はい、ご覧ください。素晴らしい。素晴らしい。素晴らしい。
じゃ初期の頃の初々しいおじさんとね、西田さんとの関係ね、これ高いところまだ、これは素晴らしい一番ハマってる、一番ハマってますね、これ。いや、これは素晴らしい。お今の大泉さんでは絶対ありえないもんね。主演って言い張っている大泉さんからするとこの遠慮なさね、遠慮しがちなところね。うわ、これはファンは泣くやつもいるんじゃない。いや、今あの昔の大泉さんを私は生で見れたんだっていうのはあるかもしれませんね。あると思うよ。昔を越してるところある。初期作ってやっぱりあの西田さんと大泉さんの関係性っていうのが今よりも割とカッチリしてるから、はいはい、大泉さんがね全面ではないっていうところの、この遠慮しがちの大泉さんっていうところの大泉さんの本筋が実は見えてくるっていうね。どうせさ、私の陽ちゃんがね、そんなに有名な当初なかったとかっていう、そういう教師も、そういう教師も見てる側にね、見てる側にあの頃の陽ちゃんがね、そうそう、ご家庭は見れない、見れない、どうでしょうでしか見れないの、今見れたって、これは行きますよ、これは行きますよ。だからファンには行くわけでしょ、ファンには。いや、ファンにこれで本当に、うん、あの、いや、これすごいでしょって思った方は、うん、じゃあ紙だけ渡しておくの、紙を渡しておくの、投げ銭でやったりなんかしたらね、だからもう入場料1000円くらいにして、それはいいですよ、50連発ぐらいやって君ら割とすごい金いくと思うよ毎回。いや、これはなんか投げ銭も割と悪くないよっていうか、これは本当にあのどうでしょう、ファンにとってはたまらない。いや、もうそういう会になりたいですね。やりたい、我々やろうと思ってもできないですからね、話でしかできない。そうです、そうです、実際も来てて実演で熱気が、我々一回でもその時の、あの解説はできますから。そうですよね、打ち合わせなくても全然解説はできる。それも飛ぶかもしれない。それも確かに、それも解説。いや、まあ、だから角度によってどっちがもらうかっていう。いや、そんなそれもきっちり線引いておきましょう。そんないや、これ見せた方がいいですよ。あの、なるほど、あのね、はい、あのちょっとやっぱりね、生のイベントでやった方がね、いいですよ。イベントがでしょ、ファンにでしょ、ファンに、この微妙な空気感、これも感じてほしい。いや、感じてほしい。ただね、出た瞬間に全員やっぱりざわめくはずなんだよ。俺たちの心だってざわめいたから一瞬ね、5秒ぐらい。5秒ぐらい。あれは大きいと思うよ。こっちは本物なわけだから。そうです、そうです。地上波でちなみにやるとしたら、どれが良かった？そう、あんなにどうでしょう、知らなくても。あ、ライト層、どうでしょう、ライト層、あのね、うどん、あー、うどん短いですね。あれって別に知らなくても、そのタイトルさえ長くて、だそういう文章ってその一発で終わるんだっていうのが一般の人にも分かるっていう、なるほど、でタイトルだけ長くして説明だけ長くしてこれからどんなあのレポートするの、食レポするのかなと思ったら、まあ、っていうだけで終わるっていう。あ、まあ、シーン的には見えるところありますね。ありますよね、それは。だから最初にやった方はまだ分かります。 あとはクロート、ほとんどクロート、ほとんどクロート、あと最初の説明の仕方が北海道テレビ、はいはい、水曜どうでしょう、今日どうでしょう、ここだね、え、ここの僕だね、これ作ります。先にね、なんだろうね、知られてるようであんまり知られてない北海道テレビ水曜どうでしょうのなんちゃら、みんな一応名前は知ってるわけですよ、大泉洋さんの。なるほど、ほとんどの人は知らない、ほとんどの人は、いや、名前は知ってるんだけど、知ってるようで知られていない水曜どうでしょうのなんか根本みたいな、なんかそんな投げ方でやると、それは大きいかもしれない、ね、そうすると知らないということが、多分別に知らないことをやってるっていうことがプラスアルファに感じるっていう、知らなくてもいいって思えるからね、確かに、ね、入り口としては敷居が低くなるね、なるほど。
でそれが分からなくて逆にいいのに、はい、ここはなんで面白くなるのか分からないでもいいみたいな、自分たちの自暴自棄ができるっていうその前に、ね、さっきのやつもそのテレビでやる食レポと全く違う食レポをする水曜どうでしょうのなんか面白さなのかって言うと、食レポだったらもうちょっとね、うまいですよねって言うけど、だからあの時に普通に俺も出した時に、でこっちは面倒くさいから早く食ってって言うから、なんかこう、うまいってこれ2秒ぐらいで収めるっていう食レポをやってる感じがなんか出たりなんかする。本当にディレクターさんに今で聞いてる思い出しましたもん。いやそうでしょ、ディレクターさんテレビマンなんだ、ディレクターさんだ。同じこと言われるから一回試してみてこんな状態で持ってってありがとうございます。じゃあまたちょっと、あのね、はい、でそれを俺らは結局細かすぎてに出られなかったということを期待してるで、出られなかったら出られないで、でも用意したネタをうちらのイベントでやるっていう、それは確かに価値観、そうだ、まあそうしてるなまあだからどっちこのでも美味しい手法を用意するっていうのが大事なんですね。もうこっそり出ていいけど一回戦で終わりだろうねうどんで終わりだろうねなんでですか。でもそれの方が逆にもっと見たかったのにって思う。そっちの方が俺は将来的にはどうでしょうネタに関してはそっちの方がいいと思う。ありがとうございます。ありがとうございました。